日本ハム稲葉 GM、台湾の157キロ右腕、総春学を視察。ハムのコンオフ補強第一弾あるか？マジかよ、U18 じゃなくてこっちの視察がメインだったのか。だから U18 の視察が稲葉だったのか。普通スカウトだもんね。前田に一位入札かと思ったわ。王残してた意味あったやん。最近ちょっと売ってるしよかったわ。また台湾の焼き掲示板でバリ雑言が飛び交うのか。また台湾の掲示板がハムの選手に詳しくなってしまうのか。ソンチャーホーより良ければ結構やるんちゃう。投手はまだ通用してる人いるイメージ。総合力に優れており、ストレートが速い、スプリットも威力がある。日本ハムは去年から注目しており、今年の上半期にも一度視察に訪れているハム入りあるのか。こいつはガチやろ。まだクソ若いのもええわ。てかこいつ来年22か。大卒ドラ1レベル獲得できたら確かにでかいな。言うても7球団くらい狙ってるんやろ。台湾のポスティングは一番金を出した球団じゃなくて自由交渉だって、ワンボーロンの時に学んだし、可能性は十分あるやろ。ソフトバンク、オリックス、ロッテ、楽天、日本ハム、巨人、DeNA の争奪戦が予想される。ガチで157出るなら、よほどの濃紺じゃなければそこそこ使えるやろ。動画とか成績見る限りコントロールは悪くなさそうなんよな。あと球はマジで速いわ。投手ならチャーハンが働いてるし、悪い補強でもないか。稲葉このために台湾行ってたんか。冷静に考えたら今年の高卒なんて GM がわざわざ国際大会直接視察に行くほどでもないしな。来年もクローザージャスティスを計算に入れるのはさすがに不安やしな。ハム的にはこれ以上ない補強やろ。